勝ち越し、朗報、打つ方、なんとかなるわら。おめでとうお前らすげえよ。ソフトバンクに勝ち越すって、簡単なことじゃない。周平のヒーローインタビューわらわら。周平で草。周平様に何か言うことあるよね。周平がまともにインタビューしてる。決勝点やしとうたり、全やけど周平なの笑っちゃうな。今日の、この試合を取るって、なんか普通に強くないか？周平のヒロインなんて、もう二度と見ることないかもしれないぞ。目に焼き付けとけ。打撃をなんとかする方法、球場を狭くするが最適解だった。周平泣いてるの笑う、ワイも泣いちゃうやん。立浪、お前、変わったな。中日の居場所はパリーグなのでは。17年ぶりの、福岡ドーム勝ち越しらしくて草。初戦のあのボロ負けからようやっとる。普通に強いチームの野球してるわ。打線が仕事しすぎで怖い。周平まで打つとかおかしい。バンドとフェードなんとかして、トレードできんか？一戦目の死んだ振りがガチで聞いたな。打つ方は、なんとかした立浪さんありがとう。ライマル防御率ゼロチャレンジ、まだ継続中。もうずっとペイペイドームでやりたいな。ペイペイ最高や。今日の展開で勝てたのは、でかいチームの成長を感じる。周平ようやったわ。早めに守備固め出した。立浪の判断が大当たりやったな。初戦のボロ負けは、巻絵だったんな。さすが名将だわ立浪。ホークス相手に勝ち越す、とかどうなってんの？しかも、この3試合の平均得点6とか、明らかに異常だろ。なんかやばいことやってないか。立浪、